清志です。今日はですね、指導者と選手の関係性についてちょっと考えてみたいなと思います。はい。で、日本のですね、部活動とかも含めてですけれども、結構こういう形が多いんですよね。指導者が完全に上に立って選手を、まあ、支配しているような感じ。まあ支配というと結構言葉が強いかもしれませんが、結構ありがちです。指導者が言うことが全てで、こういうふうにやれというふうに、まあ、言い切っちゃうようなのもあります。で、それに対して指導者が完全に上に立っているので、選手が何も言えないみたいな、選手、監督怖いから言えないっすみたいなことも結構ありがちですよね。そうなってくるとですね、やっぱり好きなことが言えないから不満も溜まってくるし、練習に対しての疑問が生まれてくると思うので、やっぱうまくならないんじゃないかなっていうふうに考えています。結局その指導者が考えていることが丸ごと正解だとは言い切れないので、まあ、選手 その質にもよりますし、そのタレント性というか、能力にもよるので、それがフィットすればいいかもしれないけど、そうではない可能性もあるので、どうかなと思ってます。で、私はですね、指導者と選手はどちらも横並びでほぼ対等でいるべきだと考えています。ほぼというのはですね、指導者がどうしてもですね、チーム運営に関わってくると、例えばサッカーだとか、バレーだとか選手を起用する場合、どちらも指導者が考えなきゃいけないところですよね。選手が決めることじゃないです。監督がどういうふうにやっていくかって方針を決めなきゃいけないので、方針を決める以上、リーダーシップを取ってやっていく以上、ちょっとやっぱりリーダーシップを取る側、リーダー側、支配側になるんですけど、でも立場が対等というのはですね、指導者が言った例えば提案した指導もしくは戦術に関して、選手がやっぱり意見が言える関係性があるかどうか、すごく大事ですね。で、納得ができなかったら聞けるかどうか、この関係性ができるかどうかです。で、これが今この関係性だと、よく部活であるような関係性だと言えないっていうのが多いんですね。まあ、僕も治療とかやってるとよく聞く、まあ、その新潟だけじゃなくていろんなとこでも聞いたことあるけど、まあ、監督には逆らえないじゃないですかみたいなことが結構あります。で、そうするとですね、逆らえないイコール意見が言えないってとこもありますよね。例えばもうちょっとこうやった方がいいのになとか、試合の中に入ってるからこそ感じれることとかいっぱいあるはずなんですけど、そこがやっぱり言えないとなると、ここはもう切れる、ここも切れちゃうとなると、やはり指導者が、全部決めて、指導者がやれといったことをやってるだけってことになっちゃうので、これがまたプロとかだと能力があってそれをやってるってこともまだまだ可能なのかもしれないけど、例えば小中高の、まあ、ジュニアの段階で、育成の段階でまだまだ上手くなりたいっていう人たちが、どうするかって時に、やっぱ納得いかずに練習してると上手くならないと思うんですよね。それが対等の、まあ、ほぼ対等の関係性であれば、指導者が提案したこういうふうにやっていこうと思うんだって、こうだからこういう練習するんだに関して、いやでもこっちの方が優先じゃないですかって言えたりするんだと思うんですよね。そうじゃないと選手が上に行けないし、能力が高められないし、今大事だと思っていることをフォーカスしてあげた方がおそらく選手は伸びるだろうけど、そこに向かっていけない選手はジレンマが生じてしまうし、その辺のバランスをしっかり指導者が取れるためには、コミュニケーションがしっかり取れる横の関係が必要なんじゃないかなと思ってます。つまり話は、私は指導者と選手、もしくはこの選手が若い場合、こう子供の場合、その保護者も含めて、全部含めて、その競技をうまくやっていく、そのより向上させていくための仲間なんですよね。仲間にならないといけない。で、どうしてもこう支配する人、される側というような関係性が出てしまうと、こうつまんないんですよね。こういうふうにやれって言ったじゃんみたいになっちゃうとつまんないので、できるだけこういうふうにやっていこうと思うんだ、そうですね、それいいかもしれないですねみたいな関係性の方がいいだろうと思うんですよね。一緒にやっていく仲間じゃないですか。そのやりたいと思ったスポーツを
やっていく仲間なので、そういう関係性があるといいのかなと思います。はい、まあ、自分の子供をどっかのチームに入れるとかなった時にそういうことができるかどうかっていうのはかなり、大きい差だと思うので、材料の一つにしてみてはいかがでしょうかと思います。はい、皆さんはどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。なかなかね、こういう関係性は根深いわけですけど、うん、でもそういうのを打破していかないと、まあ、指導者サイドの人間では私あるので、指導者としてはそういう、まあ、人間性だとか言ってることを強要していく、でも修正すべきは修正していくっていうような人間性を取っていけるような人間性にならなきゃなと思って日々活動しています。皆さんはどうでしょうかね。ぜひぜひちょっとどっか入ろうと思っているチームがあったら、そういうところをよく調べてですね、やってみるといいかなと思います。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。それではまた。